げてたビーチャー魔物の見事に頭が真っ白全然聞こえない誰の話も黄色飛び越して即若しく地方が方法的に囲まれる逃げ場のなさに顔が青ざめる本当どうしたらいいのかがわからない大量に囲わせとわかっまじそこで目が覚める気づけば日付が一つ変わってるだけどそれだけじゃない今日はブランニューデイ色々あったけど自分で決めたんだ最終的に入り混じる期待と不安何度も言い聞かす大丈夫だってまだ起こってもないことを心配しないでその時間を準備に当てろしっかり振り返るよりも塗り替える新たな一面作り上げる夢形にするその場合であと情熱使って向かっていく世界へさあまずは目の前の自分が相手だと思うべしべしべしな時に限って一腹思わず上げそうになった白果て似たような経験すら過去にない誰かに呼ばれたこの青2歳それでもやるしかない状況は過酷隣の芝生はどこまでも青くしらけたこの空気変えるために白羽の矢は自分自身に立てたレースみたいに金銀銅メダル分かりやすくないならどう狙うどこ狙う一つ一つを意識すると効果現れる時期にそれ見逃さず鋭く磨く光る他の誰のものとも違う武器で周りを認めさせる外させるあいつらの色眼鏡振り返るよりも塗り替える新たな一面作り上げる夢形にするその場合であと情熱さあまずは目の前の自分が相手だと思うべし振り返るよりも塗り替える新たな一面作り上げる夢形にするその場合であと情熱使って向かっていく世界さあまずは目の前の